相馬幸種は、江戸時代中期から、後期の大名。相馬氏、第25代当主。道のく相馬中村藩第9代藩主。第8代藩主、相馬広種種の三男。官位は、十五位下、稲葉守。名は二年の生まれであるが、年齢の上積みを図り、幕府には、法歴十一年の誕生と届け出る。安永三年八月九日、父。 ジョダネの着手となる。長兄のノブが溶接、時系のひ種は、病で着手を辞退したためである。安永6年4月1日、将軍、徳川栄春に、おまみした。安永7年12月16日、十五位下佐ぬき神に除任。天明3年12月2日、ジョダネの隠居により、家督を相続した。天明4年1月18日、稲葉守に千人。 同年12月26日、天明の大基金に際し、藩内の領民救済のため、幕府に金子拝借を願い出て、五千両を貸し与えられる。ただし、基金への備えをしていなかったのは失勢であるとして、出資停止を命じられる。天明8年5月13日、五千両返済を、延期を願い出て、出資停止を命じられた。共和元年月日居し、 家督は、長男の木種が継いだ。同年4月23日、壇上小失に転任。文化13年に死去。ありがとうございます。